スアササス始まりました。本日も父さんがお送りするセブンデス 2.0 ウォースリーの時間がやってまいりました。はい、ということで動画ではですね、前回前々回の動画はフェラルがちょうど終わって、あっちちょっとフェラル拠点なんですけども、向こう側ね作って終わったところで、昨日ですね生放送をさせていただきまして、ちょっといろいろ進んだところがありますと。まあそれの大きなところでいくと、この自販機が2台登場しております。これ何かというとですね、じゃあ昨日生放送を見てない方もいらっしゃると思いますので、私ですね生放送でこちら習熟クエストなるものを今までずっとほったらかしにしてたんで、それを進めるという形で有識者の方々にですねちょっと教えてもらいながら、これどういう意味だったんだよっていうのを答え合わせいろいろやったんですけど、これで発覚したことが一つありまして、このウォースリーのモッド、そもそもですねこの習熟クエストなるものなぜやらなくちゃいけないかというと、これこの HD 放射能防護装備っていう、モッドをですね、まあ、これモッドなんですけど、つけるやつね、解除していく、これのレシピを解除していくために、この習熟クエストをクリアしていかないと、これのレシピがねこっちのレシピ台では作れないんですよ。これいろいろレシピ作れたじゃないですか今まで。これでは作れない唯一のものがこの放射能防護装備のモッドのレシピと。でこれの設計図はさっきの習熟クエストを完了することによって手に入るっていう流れだったんですね。でそのじゃあ防護スーツはどこで何をどう使うんだっていう話なんですけど、生放送中にですねもうなんか今までクエストをまたね同じような感じでクリアしててもまあ同じ建物とかあって面白くないから、モッド専用の建物を探そうっていう話にもなってですね、これあのジェットパックでいろいろ飛びながらこれチェックしてたんですよ。モッドっぽいところ、バニラでなさそうな建物をチェックして、これを今後の動画でちょっといろいろ一個ずつクリアしながらやっていこうかなっていう方針で今固まってるんですけど、その中でこちらマップで明らかに真っ赤になってるこういうエリアあると思うんですよ。ここに行くためには防護スーツが必要らしいんですよ。このエリアは防護スーツがないと入れないっぽくて、だから今現状のままではこのエリアを攻めることができないというとちょっと特殊な、場所があると。そのためにこのモッドを、作らなくちゃいけない。でこのモッドを作るためには、放射能防護を作るためには、この習熟クエストを完了させるとようやく作り方のレシピを教えてもらって、なおかつそこからさらにクラフトしなくちゃいけない。でそのクラフトの流れがすごい鬼畜なんですよ。何が鬼畜っていうと、めっちゃガムテープ要求してくるんです。ガムテープっていうかダクトテープね。もうだからダクトテープゲーだって言ってずっとグズグズ愚痴をこぼしてたんですけど、昨日生放送中にもうダクトテープめちゃめちゃ要求してくるんですよ。だから常にあの慢性的にダクトテープが枯渇している状態、常に足りないっていう。でこの自販機は何かというとですね、これ、この自販機名前がちょっと違うんですけど、建築クラス用自販機とこっちはメカニッククラス用自販機、それぞれ分かれてるんですけど、この習熟クエストをクリアするとその項目種類に応じた自販機が登場するんですよ。全部プレゼントでもらえるっていうか。でこの自販機覗くとですね、これは建築用のクラフト自販機なので建築資材こうやって売ってると。でこれ毎日更新っぽいですね。なので今までそのなんかバネが足りないとか、その機械部品電気部品が足りないとかっていうのはこういうところで買えるらしいです。補えるっていう、トレーダーとはまた別でっていう。でこっちはメカニックなんで、こうなんか車関係のやつがいろいろ売ってるっていうようなイメージです。でここでガムテープも売ってるんですけど、ダクトテープね、もうここで売ってるダクトテープを買い漁ったとしても全然足りないっていう、めちゃくちゃ要求されるんですよ。でもレシピを作るのにもダクトテープ必要だし、このこれ自体を作るのにもダクトテープがめちゃくちゃ使うっていう状態で、もう常にダクトテープ難に襲われてるっていう状態でございます。でそんな中でですね、今一応習熟クエストいろいろ進めていって、メカニックの習熟クエストはクリアして、自販機もらって設計図のジャケットをいただいている状態です。一応頭はもう完成したんで、全部で4部位ありますよね。頭、ジャケット、ズボンにブーツ、あとはグローブか、あどっちでしたっけが必要なんですけど、これの頭はとりあえず作りました。でメカニックスで車を作ったんですよね。車を作ったり乗り物系のクエストだったんで、自転車作ってミニバイク作って、で世紀末バイク作って四駆作ってみたいな感じでちょっと乗り物溢れ返ってるんですけど、で乗り物作ったからメカニックの自販機もできましたっていう状態で、メカニックの自販機をクリアしたので次はジャケットが出たんですよね。これでここまでが生放送だったんですけど、見てください、ダクトテープこれを作るのにもそもそも40、そしてこの放射能防護装備用繊維、これがポイントなんです。これ40枚必要なんですけど、これを作るのにも、
ダクトテープが必要なんですね。もうこれ繊維っていうよりはさ、ダクトテープでできてんじゃないかっていうぐらいで、これ1個作ると20個できるんですけど、そもそも繊維40個いるためには、まあダクトテープが40個いるっていう、もうねダクトテープの嵐、もう本当にダクトテープ祭り始まってるんですけど、だからダクトテープ今持ってる在庫が1で、だから骨とグルー、あとスーパーコーンとか、まあダクトテープ作るためには粘着剤が必要でとかっていうのは、もうセブンデイズやってる方なら誰でも知ってる話だと思うんですけど、とりあえず骨不足、今骨っていう、まあまあ慢性的に解決しないっていう状態が続いております。でだから防護スーツを全部上下セット全部作るためには、頭肩膝ポンっていう感じで、これ全部作るためにはですね、もうちょっと時間かかるかなと、赤エリア行くためには。なのでまあこれは大事に金庫にしまっといて、こっち側ですね、これしまっといて、まあ、今後は骨、骨とダク、まあ、ダクトテープが重要なんで、骨とあとはスーパーコーン、まあ一応育ててはいますよ、育ててたスーパーコーンも刈り取ってやってるんですけど、まあ難しいですね。でこの習熟クエストをちょっと言いづらいんだよね、習熟クエストを進めつつも、素材集めつつも、このモッドの建物をどんどん制覇していこうかなというふうに思っております。ということで今回はですね、早速一番近所にあった時計回りで回っていきましょうかね。これは軍事施設っぽい感じで戦車があったんですけど、ここのクエストはないんですよね。建物を今日は素材集めつつ制圧しつつ、弾持ってますね、弾持ってるで最悪あるという感じで、武器装備もあるし大丈夫そうですね。じゃあアイテム預けて早速モッド専用の行ったことのない建物行っていきましょう。よっしゃ、とりあえずご飯も持ったし、ジェットパックで早速今回の目的地である軍事施設っぽいところに点立てて、1キロ先、よっしゃ行きますか。新たな建物、ちょっとワクワクしてるんですよね。新たな建物っていうか、まあ、ご存知の方ももちろんいるかもしれないんですけど、私はちょっと見たことなくて回ったことのない建物。クエストはやっぱり結局ティア6まで進めていっても、まあ、やっぱ見たことあるなとか、クリアしたことある、来たことあるって建物ばっかりやったんで、ちょっと新鮮味に最近ちょっと欠けてたんですよね、私自身。なのでこれモッドオリジナルクエストに多分ならないんでしょうね、きっとね。こういう特殊モッド系とか、あとウォー3専用のモッドの建物とかもあるっぽいので、ちょっとそこら辺もね中心に回って、やっぱ楽しいじゃないですか。前回のノアの箱舟じゃないですけど、海賊船あったじゃないですか、あれの刺激に飢えてるというか、はい、まずここです。これはウォー3かどうかはちょっとわかんないんですけど、モッド専用のね、他のモッドの建物かもしれないですけど、ここ来たことないんですよ私。入り口はここからスタートする感じなのかな。とりあえずどっから入ればいいのか全くわかんないんですけど、とりあえず降りまして、ちょっと、あ、ごめん引いちゃった。そんなことある。そんなごめん、ちょっと引いちゃったわ、ジェットパックで引いちゃった、ごめん。はい、オッケー、やっつけときつつ、動物いたら動物狩りしないといけないので、これね、でこれ撃ちすぎて消滅させちゃうんですよね。ほんでマチェテで切るのが一番たくさん取れるんじゃないかというところもあるんで、こっちとマチェテでパワーアタックしつつもいるね。でもまあこっちは竹入ってないからいいと。よし、早速行きましょうか。まず第一の建物、重い、ラグがすごいな。あ、これ地下鉄だ、ウォースリーズック。あ、早速ここ地下鉄らしいです。あ、そう、なんか生放送中にね、地下鉄ありますよみたいなこと言ってたんですけど、これのことなんだ、地下鉄って。あー、これ地下鉄らしいです。こっから入るの、これ、うわマジやん。あ、違う、あ、これ違うわ。何にもなった。ここが地下鉄、どうやら地下鉄らしいんですけど、早速行きましょうか。この辺からまず周りのザコゾンビやっつけといて、はい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 、消滅させます。どこなんだろうね、入り口。車あって、車あって、アサリはちょっと後からにしまして、とりあえずクリア優先で、特にこう機械部品系はちょっと取れるだけ取っといて、この中入れる。あ、いるわ、軍人ゾンビが。はいはいはい、どう。あ、このちっちゃい死体、これを取ると骨がもらえる。あ、骨もらえますね。あ、これでも骨もらえるわ。あ、よかったよかったよかった。ちょっと死体袋をちゃんと回収して、骨回収するのを心がけていきましょうかと。はい、どう。地下鉄の入り口はそれかい、え、どれなんだろうね。こっ
ちはこれ関係なさそうだな。このダクトみたいな、このちょっとゴミとかもう漁れそうな。いやでもね、漁っちゃうよやっぱね。ダクトテープ手に入るな。はい、お水回収させてもらいまして、この中誰か、うっくしょー、上から来るなら来るって言って、でパルクールがあるから、もう今パルクールマックスですから、これね普通にスッと飛び乗れるようになりましたからね、私も。ありがとうございます。でこの中にはどうやっていけばいいのかしら。え、いけない的な、これ破壊していい、これ、これちょっとルートがぐちゃぐちゃになっちゃうかな。ほらお手洗い武蔵いるでしょ、お手洗い武蔵いる、やっつける、シャネルのバッグあって、こうキノコあって、キノコはいいんですけど、この辺も回収。いや関係ないねこれね。え、これのためにこれあるの、ここ、ここもちょっと開けちゃいますか。お手洗い武蔵、はい。なぜオーガで開けないのかって言われるとそれまでですけど、あ、この骨も回収できるんじゃない。あ、骨取れますね、骨。え、10個、え、累計で10個ってだけかな、ただ単純に。ああ、じゃあキノコも回収しといて、単純にここ何もなかったです。はい、続きまして、カボチャあって、バックパックあって、いやついつい回収しちゃうな、後からにしましょうと言いながら、ちょっと重い、すごく重い。これはまだ地下鉄なのかな、地下鉄っていうぐらいだから、ちょっと入り口がどっかにあってほしいんですけど。めっちゃいるなゾンビ、そうこういうの、こういうの待ってた、こういう、このなんか危機感ね、危機感、危機感。でもこっちを迫ってくるわけじゃないし、みんななんかあさっての方向に行っちゃってますけど、私ですよ、狙うべき相手はこっちですよ。皆さんどちらにいらっしゃいますか。こっちです。いた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 、そう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 、こういう、こういう危機感よ、忘れていた、この危機感思い出して。これなんかボクソルじゃん、品質60の、え、品質60って、いやいろいろぐちゃぐちゃになってる、品質5の M60 ね品質60ってびっくりするわ自分で言っても。はい、ここ開けて、これ辺は解体、解体かな、もう全部覚えてますね。よし、いいね、こういう、こういう危機感ね、こういう危機感やっぱいいじゃん。よし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 、待ってました待ってました、ありがとうございます。でこういうのもちゃんと解体しておいてね、できるものをなるべく解体していく。でまたどっかにいるんだよね、あ、いた、はい、やっつけスカートがなんかぶっ壊れたね、わらわな、あらわな感じになってる、わらわな感じでね、はい、あいずりやります。でひとしきりやった後、あ、あるちゃん、これは骨回収しまくれるんじゃない。ああ、めっちゃ回収できる、これ、ここだけでもだいぶでかいっすよ、骨回収レベル。あ、いいですね、オッケーオッケー。いや1個ずつ回収しつつも、これは、これもいける、あ、これダメか、あ、ワンちゃんいる、ワンちゃんやっつけといて、あとで回収、回収しなくちゃいけないからね。もう一発打つとこのワンちゃん消えちゃうんですよ、だからなるべく破壊しないように消滅しちゃうんで、こうなったらこれで切ると。よし、あ、やばい、ケアパケ、ケアパケの音がする、ほら、あー、ケアパケも来てて、ここか、地下鉄の入り口、いいですね、ありましたね、やっぱり。いいよいいよ、ちょっと待てよ、でもそこかな、そこも建物ありますね。とりあえず地上は全部見て漁って行きましょう。痛い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 、お前か、ハンドガン、マジでなんか銃持ってるけど撃ってる素振りが全くないから、マジでびっくりするんですよね。よし、ここまで行ってこれ回収して、いや、そこはかとなく武器ボックス、デザートイーグルの品質をゲットしました。これは、ここは特に何かありそうな雰囲気あるんですけど、入り口が特にあるわけじゃない、入り口あるわけじゃないですね。この上ちょっと見ますか、この上は何もないんかい。ほんでこれじゃあ、ここで入り口あること忘れず覚えといて、こっちから回って、ロードしましたね、今。これ何、見て、ほら。戦車。すごくないこれ。これよ。すごい。戦車作れるんで、これな、これ。この、あ、入れる、しかも。あ、入れるよ、この戦車の中。ほら、あ、めっちゃ弾あるじゃん、これ。あ、うまっ。あ、いいですね。ちょっとこの辺の戦車の中身もちょっと解体させてもらいまして。これはいいぜ、これも買いたい、こんなもんかな、これ、この下何もない、何もないですね。よし、続きましてこっちの戦車の中身も
あさらせていただきたいんですけど、ここは施錠済み。めっちゃいるね、ほらめっちゃいるよ。よし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 、撃っていこう撃っていこう、こういう感じこういう感じ、いいねいいね、さすがオリジナルの建物、オリジナルの建物はやばい。そこ相手ボックス消滅させそう、撃って、ちょっとそこを目がけて撃ちたいんだけど、そこ目がけて撃ちたいんだけど、アイテムボックスが消えそうで、消えそうで、はいはいはい、おいおい、よいしょよいしょ、はい、やってきまーす。いいよ、このぐらいの数やっぱ出てこないとさ、歯応えないというか、今となっちゃうね。トリガーハッピーふさおくんですから、もう弾と銃が今かなり強いんで足りないね。ゾンビの数が圧倒的に足りません。これじゃヒリヒリしないぜ、余裕で。これがこうなってますから、これはオーガでぶっ壊した方が良くて、オーガちゃんと持ってきてるんで、ジェットパックしまってオーガにしようか。オーガで破壊して、硬いねん、ほんでもってほんでもって硬いから。はい、オッケー、開けました。中身はどうやねんと。はい、いいね、あ、おいしいんちゃうんこれ、あ、おいしい、あ、おいしい、あ、どうも。これはなんもない。あ、もう一個出てきた、もう一個出てきたときは分かりづらかっただけか。よしよしよし、こんなもんかな。さてと、この先の、あ、ここにも取りこぼしおじさん、ここも取りこぼしおじさん、え、めっちゃアイテムあるじゃないですか。あれ結構そのままスンって置いてありますね。スンって置いてあって、ここら辺はすごいバリケード。あ、筋トレ女子お疲れさんです。ここのほら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 、おいや、いや、ちょっとリロード、リローディング、ちょっと待って、貴族、貴族先、はい、もうちょい、いいね、これを待ってたのは、こういう感じ、このギリギリな感じ。よーし、海賊船の時はさ、なんでこんなゾンビいるのって思ったんですけど、武器が揃うとあれぐらいいないとやっぱちょっと物足りない感がすごいあるんで、やっぱそういうことなんでしょうね。武器が揃えばどうということはないというか、ちょうどそれで釣り合い取る感じ。なんでこれ床全部ないの、ここ浮いてる、全部建物が、これ合ってると。うわい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 、そういうことか、そういうことか、そういうこと。うわい、ちょっと待ってくれよあれわざとだな、わざとアイテム取らせて、うまいことやってくれるじゃねえかよ、まんまと罠に引っかかっちまったじゃねえか。いるな、よし、こっちだ、ご飯あるけど、はい、どう、骨骨がいて、なんか蛇の音するな、シャ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 音が聞こえる。そのし、この下かな、この下なんかまだ続いてますね。この下、ここがあれか、地下鉄の入り口か。さっきの階段から回ってく感じじゃなさそうですね。こう機械部品を集めといて、水は良くて、じゃあ降りますよ、この下いいですか。これがいわゆる地下鉄の入り口ってことかな。お邪魔します。ほら、うわ、すごっ、作り込みが、これさらに下もなんかあるな。燃えてるヘビがいる、はい、燃えてるヘビやります。うわー、来た、これ燃えてるヘビ。はい、お肉回収していきましょう。これもちゃんと皮回収して、いや、いる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 、はい、ここにヘビがめり込んでんだよ。このヘビやっつけといて、いました、地下鉄です。お、すげえ、地下鉄になってる、ちゃんと。こっちは出口があるから、とりあえず降ります。あ、開くんだ。あ、めっちゃあるじゃん、死体袋。ナイス。いや、いるいるよね、いるよね、いるよね、いるよね。はいはいはい。ここまっすぐ行けちゃうな。でも死体袋あるから、死体袋回収したいので、あー、やっぱ皆さん、ゾンビの皆様、準備万端だね。OK。はい、アイテムボックス消失させていく。キノコ回収する。ぐるぐるしてるね。なんかぐるぐるしてるね。てか、またビタミン剤飲むの忘れてるわ。ビタミン剤飲んで、これまっすぐ。いけちゃいそうだな。ちょっと死体袋回収後にしましょうか。こっち回って、ちょっと先に倒すだけ倒したい、全員ゾンビを。わあ、すごいわ。作り込みがすごいな。はい、倒します。うらー、美味しいものボックス。あ、これこれ一番作り込んでんじゃない、これ。どう、すごいやん、これ。ちゃんと、いや、これテンション上がるな。よしよしよし、トラックあって、ゾンビ行って、ほら、ここにもあるじゃん、美味しいものボックス。いや、ロードがすごい、カクつきがやばいね、これ。この上もなんか今ありましたね。ここ、これなんもないか、サイロっぽいやつかな。ここの上は特になんかあるわけじゃなさそうだな。
さっちゃんの叫び声が聞こえてて、ここは、あーいるねいるね、中から登場かでしょうね。はい、おい、あーちょっと出た、もう壊れた、耐久、耐久なくなりました。だけどご安心ください、私には M60 の耐久がまだある。ほい、まだ生きてる。いやどうも、トリガーハッピーふさおくんです。信長打ち、もしもの時のためにね。でこれで修理キット作っときましたから。で修理キットにもダクトテープ使うんすよ。これやばくないですか、このダクトテープ地獄。でこの中はあって、おおいいね。でここは反対側に貫通してて、まだまだあるでこれ、ほらすごい、地下鉄の作り込みがすごい、連結部分とかもちゃんとできてるし、ほらほら、さあゾンビの皆さんいらっしゃい、私が倒してあげましょう。ショットガンの蓋を、はいはいはい、よっしゃー、もうちょいちょい、ほら来てる、リロード、早めのリロード。やばいな、さっちゃん叫んでるよね。どっかにめり込んでんな、これ入り口らへんか、てか上にもいるねゾンビね、ほら寝てるもん。おはよう、ゾンビ起こしときの、やば、近いな、どこだ、前が見えない、近いぞ、サチコが近い、あいつどこだ、どこでギャーギャー言ってる、だこの辺でギャー、外外外外か、あいた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 、ちょっとサッちゃん、サッちゃんいるとさ前が見えなくなる。妹はどこ行った、妹がいないな、今日レイちゃんだけか。とりあえずじゃあ妹スルーしときの、はい看護師さんやっつける。他のゾンビは大丈夫そう、上もこれ上登りにくいな、ここあーここちょっとなんか入ったら出れなくなりそうだな。あーしかもすごい鉱石がある、これほら見て、これこれあれだね、小石だよ多分ね、あー鉱石なんだ、あーで向こうは石炭かな、あここいいな、これ鉱石を列車で運んでたんだね、地下鉄で。あーはいはい分かりましたよ。でここにもいるよね、いるよね、オッケー、ジャンプしながらやっつけつつ、でここゴールかな、あーすごい作り込みマジで、ほらあぐる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 、なんかぐるってるな、ぐるってるぐるってる、いる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 、オッケー、もう一回いく、まだいる、すごいちゃんと作り込みがめっちゃおもろいわ、さすがやね、これは人気だわこのモッドも。はいはい、こういうさやっぱ特殊な建物あるとテンション上がりますぜ。こっちとだ、こっちとだって今噛むっていうね、ツッコミ噛むっても一番あっちゃいけないことだけど、すいません本当に。あーこれガソリンなんだ、あー燃料タンクってことね、はい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 、こうやってやります。はい、ルート袋落としましたね、ちゃんと見逃さない、ぐるぐるいってるね、ここも燃料タンクあって、おい、なんかなんで食らった今、なぜ食らった今、なんかいたってなった、あこれ有刺鉄線ついてんだ、このフェンス沿いに、これでクリアかな、どう、キャビネットを調べます、本いっぱいあります、でライト向こう照らしてて、で有刺鉄線が痛いけどチクチクしてて、これでゴールか、あーゴールつきました、でここで崩落してると、いやまだあったなでしょうね、怪しいと思ったら、ぐる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 で回収しても持ちきれません、で解体しましょう一旦、よしご飯食べて水飲んで持てるアイテム回収して以上だね、オッケー。このさこのボコボコの中にアイテム隠すとかちょっとなかなかやで、まあ、私は気づきましたけどね、もちろん。さてアイテムどんどん回収していきますか、いや死体袋ちゃんと壊すと骨もちゃんと回収できるからいいですね。そしてこれで美味しいものボックス回収してと、はい
回収して、これも回収、玉も回収します。で本もめっちゃ集まるな、やっぱな。本も読んで解体解体しながら進んでいかないと全然追いつかないですね。よし、次トラックですね。あ、でこっちにもあるもんね、そういえばね、死体袋もね。こう死体袋回収して、まずこの美味しいものボックスも回収しといて、ここも壊して回収回収、この下にも回収。よし、これでひとしきり集めたので、次はこの横だね、さっきのこっち側の死体袋回収しながら、ここも回収、シャネルのバッグ回収して、これは死体袋じゃないから鉄だね、そっち系が集まるんだね。ここもこれ壊したい、ここその、いやそれじゃなくてここを壊したいわけよ、この死体袋これは無理か、これちょっと諦めるか。こっちやって回収して回収して、骨回収、骨めっちゃ集まってきたよ、692もあるやん、最高すぎる。え、最高かこれ、本当に。いや、生放送の時ね、ずっと骨がない骨がないっつって、あのグルーを作んなきゃいけないじゃないですか、それに骨が必要なんですけど、めっちゃ骨集まるやん。最初からここ来ればよかったですね。ここが地下鉄だったんだ。あー、はいはい、軍事施設だったわけじゃないってことですね。 OK、 でこれで最後ここまで行って、ここで上がって、さっきの出口で合ってるのかな、ここ上がります。あ、ここで解除。あー、さっきの入り口ここに繋がってんだ。あー、はい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 、じゃあこの辺も回収して、もう持てなくなってきました。いいですね、アイテムが持てないって感じになるのがこの流れ、いいです、いいです、いいです。はい、じゃあここは壊さなくちゃいけないってことだね。壊します。よいしょ、これで完結かな、完結完結かな。あ、これ出口ですね。よーし、ひとしきり回り終わりました。あとは地上のアイテムをガサッと集めて戻りますか。このさ、マチェテでさ、死体回収するとすげえ骨集まるんだけど、これこのさ、オブジェのこれ、ほらすごくないですか。マチェテで死体をこうガチガチ削ると骨困らんすわ。あ、そういうことね。これとかもさ、めちゃくちゃ骨回収できるんすよ。あ、これでちょっと骨不足解消できますわ私。あー、そういうことか。はい、ということで今回の、戦利品としてはこうなっております。結構集まって、まあ本は途中でめちゃくちゃ読んだんでそこまでなんですけど、今回欲しかった骨836と246。あー、ほら1000超えたわ。これもうあれだね、グルー困らなくて済みます。グルー本体も22手に入ってるし、あとは車両の冒険読んで、ダクトテープ単体ではゲットできてないんですけど、布も手に入っても十分だね。うわー、これは骨手に入ったのはマジででかいな。1082。よーし、オッケー。ちょっと待って、なんか変なのに感染してる私。え、ちょっと待って、これ何これ。敗血病、敗血症、何これ。残忍パーティーガールから感染し、敗血病を発病しました。120分以内に HD 敗血病注射を使用しないと治療できなくなります。出ました、これ新しい病気、ありがとうございます。No, no, no.